最新マンハントミッション楽しんでますか？グローバル難易度切り替えてリセットされたエージェントレミリアさんですね。マンハント中はグローバル難易度変えるとクリアしたミッション全部リセットされるんで注意、妹のフランドールです。まあまあ新マンハントは他の実況者さんやってるだろうんで、わしは後でゆっくりノーマル難易度でやっときます。ということでニューヨークから DC 帰ってきたんですが、グローバル難易度って何なんですかね？グローバル難易度とは、ウォーロード・オブ・ニューヨーククリア後に出現する、その名の通りゲーム世界の難易度を一括で変更できるシステム。マップ画面から画面左下のグローバル設定を押すことで変更可能。グローバルディレクティブっていろんな縛りを加えて経験値が増えるシステムもありますが、こっちはあんま気にしなくていいです。まあ経験値より装備掘りがメインなんで、ディレクティブはほぼ空気。グローバル難易度はノーマルからヒロイックまで、4段階の難易度設定が可能。難易度をヒロイックに上げると、各ミッションもヒロイックに固定され、街中の敵もヒロイック相当の超強くなるんで注意。コントロールポイントもすべて初期から危険度4になる超ハードモード。ただ敵が強くなる分、倒した時に A 装備落とす確率も増えるのが最大の利点。特性値がマックスのいわゆるゴッドロールと呼ばれる。神装備を集めるなら難易度ヒロイックでのプレイが一般化してますね。ということでわしも難易度ヒロイックにわしも変更して、わしも神装備、わしも拾いまくるぜ。わしも何回言うんやこいつ。紫なのにクソ勝てんすけど、なんやこいつ全然死なねえすけど、うせやろ。重度の外傷を検知。無理ゲー。まあ最高難易度だけあって、ろくに装備も揃ってない PS クソ雑魚なめくじプレイヤーがヒロイック設定するとこうなります。だがわしも最速マッハで A 装備ホリホリしたいんや、そこんとこどうにかなりませんかね。風茶版があってっからの今日ご紹介するのが、カンスト初心者勢でも割となんとかなるライフルアワビルド。その茶番本当に必要でしたか？茶番がメインの動画ですんで、そんなことよりスペシャリゼーションはメインに単発ライフルを使うんで、シャープシューターをおすすめ。もちろん尺子のポイント振り分けでライフルの威力ウープもマックスにしてあります。さらに摂取の威力 15% ウープもあるんで、装備が揃ってなくても割と火力出るのがグッド。さらにカバー中に弾薬回復のスキルもあるんで、長期戦も可能。とにかくヒロイックは敵が硬いんで、弾がなくなることも稀によくある。単発ライフルは一発の威力が高くて、所持弾薬もマークスマンライフルより多いんで、弾持ちがいいのが魅力。安定性の上がるパッシブスキルもあるんで、ライフルもつならシャープシューターが第一候補。他にも時間経過で弾補給されるガンナーや、スキルクラスがプラス1されるテクニシャンなんかもあり。ほんでは肝心の装備の方をご紹介。メインは単発ライフルで、サブ武器は今回アサルトライフルをチョイス。とっさに撃てるフルオート武器も持ってた方が何かと便利ですから。ほんで肝心の単発ライフルは、クラフトで作れるポリス MK17。一発の威力が高めで、装填数もライフルの中では最高クラス。各マガで20発プラスに、スキルもラッキーショットを採用してるんで、さらに 20% プラスのワンマガジン48発。硬い敵相手だとリロードの隙がいっちゃん怖いんで、ワンマガジンで相手を倒しきれるのは魅力的。他のアタッチメントは安定性サプレッサーに、クリ率上がるスコープとレーザーポインターを装着。そしてもう一つの要となる泡スキル。ケミランチャーのライオットフォームを解説。こちらは泡を発射して相手の動きを止める、言わずと知れた超優秀デバフスキル。ライフルの火力も大事だけど、このスキルが生命線な部分が大きいビルドなんで、今回スキルクラスを4まで上げてます。スキルクラスは3以上あれば十分だと思いますが、その辺はお好みで。もう一方のスキルはリストアラーハイブを採用。泡でケミラン枠使ってるんで、レインフォーサー使えないとなると回復ハイブがいっちゃんいいかな。こっちもスキルクラス4あればなかなかの回復量なんで、ソロはもちろんパーティーでも回復役をある程度担える性能。それでお姉様肝心の防具のビルドはどうなってます？一言で言うと、適当。おいちゃんと白ビルド解説でいっちゃん大事なとこやぞ。防具6種のうち3、4箇所のコア特性をスキルクラスプラス1。他は武器ダメージ上昇にしとけばあとは自由です。いやざっくりすぎないですかね。今回あくまで装備が揃ってない人向けのビルドなんで、こんくらいの緩さでいいと思うんですよ。確かにレベル40なったばかりの人が、そんなに装備厳選できるわけはないですから。メイン武器はクラフトで作れるし、防具もコア特性にスキルクラスのついたものなら割と入手も簡単。武器ダメ上昇の数値もそこまで厳選しなくても、なんとかなるんで適当で OK。むしろコア特性全部スキルクラスプラスにしても、回復とデバフの性能が上がるんでそれはそれで OK。コア特性以外の特性も、あまり気にせず持ってる防具から選びましょう。一応ドートバックのおすすめスキルだけ言っとくと、
ゾウの方はオーバーウォッチ。カバー状態なるだけで味方の火力も上がるんで、ノラパーティーでも活躍。バックの方はリキッド。敵を泡状態にすることで武器威力が上がるんで、火力不足を補うのに最適。つうことで早速このビルドの進化を見せつけちゃうためにヒロイックの町に出発やで。いや違うくて、ちょっと位置取りが悪かったな。今のはちょっと足の位置取りが悪かったんで、全然ビルドの実力発揮できなかった悪い例ですんで勘違いすんなよ。こんくらいやっぱ離れたとこから初手合わせておけばこんなもんよ。竜で雑魚チンピラども全員ライフルでパンパンパンで。生体信号危険領域。エージェント死亡。お姉様どうします？これまだ続けますか？むしろここなんでカットしねえんだよ。やっぱヒロイックって敵クソ強いですから、やっぱわしそういうとこは嘘はつきたくないんで、お手軽ビルドな分それなりにきつい部分もあるよっていうことですよね。ということで人質救出は諦めて比較的楽なプロパガンダ放送クエヘ。赤ゲージでもクソ硬いんで、背後から泡で固めて近距離ライフル連打。これ PC 版でマウス操作なんで、単発系武器だとクリック連打でエイムブレるヌーブプレイング。あっ、また落ちるとこだったぜ。敵が異常な硬さなんで、赤や紫ゲージでも近づきすぎは厳禁。しっかりカバーに入って、回復配布展開しつつの泡で敵の動き止めるのが基本戦法。そっからはライフルでヘッショ狙いつつひたすら連射。ここでカバー状態でのオーバーウォッチと、ライオットフォームでのイキッドが発動して、武器火力合計 30% アップしてます。グレネード兵がもう1体いるみてっすね。合計対マン勝負ならこのビルドの得意分野。泡で相手の移動と攻撃を封じて、一方的にこちらが攻撃を仕掛けるってスタイルなんで、いかに横槍が入らない状況を作るかが肝。泡で相手が棒立ちなるんで、弱点部位も積極的に狙って。なるべくなら頭狙いたいとこですけど、セミオート武器を除しきれないエイム力なんで、ともかくボディでもいいんで当てること最優先で。ここライオットフォームケチってちょっと危なかったとこ。スキルクラス4でもあまり無駄打ちしすぎると、いざって時に泡が玉切れでピンチなるんで、フォームの使いどころは慎重に。第1ウェーブは片付いたんで、放送機器にアクセスして第2ウェーブ開始。プロパガンダ放送のクエはそこまで一気に大人数と戦うことはないんで、ソロでの装備掘りにおすすめ。登ってきたら一人ずつ泡で固めてライフル連打の餌食やで。自爆さんは胸の爆弾撃てば弾けるんでボーナスバルーン。おっとさらに裏からも登ってきとるな。こっちも登り切ったところを泡で固めてっからの、手榴弾袋から頭への近距離スナイプ。うわっ、ちょっとこれわしも燃えとるんですけどまずいですよ。ここはちょっと仕切り直した方がいいっすね。無理なゴリ押しはヒロイックでは命取りなんで、やばくなったら即逃げよ。特にソロだとリカバリー効かないんで、とにかく逃げに徹するのが大事。距離取ったら再び泡で固めてトントンするだけの簡単なお仕事。ライオットフォームは爆風範囲判定なんで、低いカバーに隠れた敵を強制的に立たせる使い方も有効。ともかくライオットフォーム万能説。ということで今度こそ無事クエストクリア。ただいまシーズンイベント中なんでレベルアップすると。お、緑のエフェクトかっちょいい。このようにシーズンレベルもうつして、新セット装備とかもらえちゃいます。ストライカーとコラクションのギアセット欲しい人はレベ上げ頑張。といった感じでレベルカンスとしてまだ装備揃ってない人は、泡ライフルビルドもいいんじゃないでしょうか。スキルと火力のバランスビルドなんで、ライフルの火力上げて使うもよし、パーティーでの足止め役としてスキル重視にカスタマイズするもよしな、自由度の高さが売り。ということでラストはヒロイックの懸賞金のラパーティーとおまけプレイ集でまた次回。